こんにちは、プロトリフチャンネルです。いろいろなビオラが晩秋初冬の頃になると店頭に並びます。その中の一つ、こちら DJ という名前のついているグループのビオラです。この DJ の特徴というのは非常に欲張り性の強いビオラということですので、ぜひおすすめしたいグループの一つでもあります。通常のパンジーやビオラというのはだいたい20センチ前後ぐらいにしか広がらないのですが、 DJ の場合には一株で30センチ、40センチというように広がってくるので、株の間隔がこれぐらいでちょうど春には隙間が埋まってしまうというぐらいですから、2個開けぐらいの間隔で DJ の場合には植え付けてほしいということです。ということはポットの数も少なくて済むということですので、ぜひおすすめしたいビオラでもあります。非常に横張り性の強いビオラ、お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は長く花を咲かせてくれるので、水溶性の肥料を月に3回やるというふうにして育てると、どんどんと花を咲かせてくれます。非常に生育が旺盛、粘りも強いので、例えばこのように根が張っている場合には、このまま植え付けずに少し下の方の根っこを崩して、それから植えてやると、どんどんと根が張っていっぱい株が広がって花を楽しむことができます。もちろん終わった花柄はしっかりと取っておくということも大事ですので、その辺も長く花を咲かせるコツではないでしょうか。